1月11日月曜日3時半過ぎの足もみ始めます。よろしくお願いします。今日は生来手とこれとこれとこれです。お願いします。ってみましょうか。真っ赤っかなるような足つぼしたいですね。わお。オッケーな。手詰めたやろ。蓋開けてへんかったわ。あ、ちょっと待って、滑る。あ、滑る。段取り悪いですね。すいません。こんにちは、お昼配信ありがとうございます。松本さん、ありがとうございま今日頑張ってきます。今日は5リットね、指入れて、あ、回れへんわ。よし、よっしゃー。よし、やってきまーす。じんわりゆっくり下ろしていきますね。こんにちは。こんにちはです。今日は成人の日なんでね、成人の方に向けて激しい足つぼをお届けいたします。ほら、動かんとって、動かんとって。え、グリグリなってる？なってんやろ？私なってるけど、どうなる？なんだろうな。あ、もう一回そこ、もうそこ分かれてる。嘘、いや、やめとこうな。あれ？動画、グリグリなって戻ったら見られへん。いた、グリグリなってるかな、みんな。なってる？みんな。グリグリなってますか？ありがとうございます。同じ家におってやで。俺も納得感とおかしい話や、それは。それともリモートなんかな、この足つぼって。お前は上でどっかで声出しとって、俺誰かに足つぼしてんのかな。やるメリット全くなしやけどな、そのこと。今日は気合入ってんで。ちょっと足裏言わしたろかな思ってな。ゆっくりじんわりすんのがいいな。じんわり。
なりにくいですね。ちょっと痛そうです。私もマッサージ行きたい。緊急事態宣言明けるまで我慢かな。確かに緊急事態宣言とか出てたらマッサージ屋さんってどう接触してんもんな。一番どないなんやろな。足から別に菌は出えへんやろうし。消毒とかもちゃんとしてると思うけどな。あかんって言われたらそれまでやしな。動かんとって。痛いね。出すか出せへんかっていう話があったっけ、ここも凝ってますね。お、ここ、お、ここゴリゴリですね。早く出してほしいです。あ、かまだ。どうなるんですかね。また10万出たらええな。ねえ。出たらええなというか、言うて税金払ってるからな。あの10万は、めぐみの10万？逆に言うと10万でこんだけ耐えてきてるっていう方が、10万何の足しにもなれへんでしょ。だって仕事をもし失ってたとしたら、10万では足りへんし、10万で何したらよかったの？まあ、なんかの足しになるってことだろ。広がるし。何したらいい？頑張れ。熊本は緊急事態宣言は出ていませんけど、痛町内から、痛感染者が出たから、なるべく外出しないように、と、時々スピーカーで呼びかけてます。ああ、なんか、ありますね、放送みたいな。あ、痛い。力抜いて、力抜いて。めっちゃ痛いねって。本当に税金でもとっくに10万なんか吹っ飛ぶ。うん。余裕で10万吹っ飛ぶやんな。10万に税込みで欲しいわ。どうか動かしたらあかんね。ゆっくりポリネシアンな感じでやってきますね。ポリネシアン的足つぼやりますね。ポリネシアンやったっけ、インドネシアンやったっけ、何やったっけ、よ
や、なんか、この間ブラジリアンあ、ちゃブうラジ、っああ、先生、先生。て言って、いや、絶対ちゃうってなって、調うん、べたら、ポポリリネネシシアアンでンしたね。何の話やねんけどな。あ、すみません。滑りましたね。よし。痛い、今いた。え、今でもだいぶマシな。日。だいぶマシ、だいぶマシ、何、なまってるわ。15秒前ぐらいから。だいぶマシ、だいぶマシって何べんも言ってる。だいぶマシになりましたマシになってか。きたよ。古虫やないですか、僕はなまって一人でボケてんの。なまってもうた、一人でって言うとっても。毅然とした態度でね。コロナが収まるまで、ま、なるべく外出しないように言われたけどな、いつになることやらわからないですね。ね、わまかいらないでな。すね。なんかオリンピックもできへんちゃうかっていう話ですね。な、オリンピックはやらん理由が見つかれへんみたいなこと言うとったけあ、ど、そうなんや。選手の人からしたら、人生変わるやろ。オリンいえ、ピックだっオリて。ンピックもやけど、それは何でも言えることやんそうか。そうそうや成人式があってあそうかん言われたらあかんし、オリンピックは金が動くからやろ、結局なるほど。国の。で騒いでるから。でででで。ヘロACL 51504さん。この時間は結構外人さんそう。来はんねんな。夜なんかな、外国は。ええ時間なんかな。では癒されてください。寝る前僕だのし。ピロートークで。ピロートークちゃうわ。メロートーいけク。てないぼで。いけてないぼで癒されてくださいよ。グリグリだった。最近でも声のガスガス治ってきたやろ。あ、そう？いや、全然。ガスガス俺。ガスガス。ガスガスっていう、ダミ声やな。ダミ声な俺って。もうかん、自分で思ったことないわ、ダミ声やって。何声っていうか、何やろな、なんか特徴的。そうなん。かすれてて、低くて、ディス入ってるだけやん、い。それ。ディスってんて、特徴、ちょっと客観的に述べてる。あ、そうなんや。いや、もし俺みたいな電話で普通に喋りかけても、相手の印象悪いと思う？悪いとかいいとこじゃない、そういう声なんやなって感いや、じ。高い方がええとかあるやん、やっぱり。喋り方つけんのに。全然あかんやん、ほんなら。汚い声で、つっけんどんで。きつねうどんみたいな、つっけんどん。あれ、映ってるかな？映ってますか？こっち行きましょう。まあ、俺に今、イニシアチブがありますのでね。コリッ、コリッ、来てますね、ここ。お、来てますね、ここ、根元。根元来てますね、根元。うつ伏せって力入れるの難しいな。いや、簡単。あ、そう。うつ伏せの方がやりやすいな。俺は。まあ、体調によんな。今日はなんか仰向けの気分やなとか、うつ伏せやなとか。今日なんか特に仰向けの気分でしたけど、うつ伏せでやってますね。またね、バあイりがバとうイ。ございありましがとうございた。ます。よし。映ってるかな？映ってますか？もうちょっと、もうちょっと引いた方がいいかな。すみません、集中するあまり、ちょっとカメラのこと意識してへんから。そうか、うつ伏せはうつ伏せでできることしたらええんや。できることしたらええんよ。それがええんよ。最近、ろれつが悪うてな。
なんでやろうな、ちょっと物を着てんのかな、うん、おーのーですね、もうそれはなんでやろうな、あ、これ横もいける、よし、横もやろう。結構いろんなとこガタ来てんな、ガタ来てんな、うん、痛いやつやったのかなコリコリ、痛い痛い痛い、セーライで痛い、セーライでってどういう意味だっけ意味も忘れたわ、お疲れ様やったっけ、あー、なるほど、あ、そんなんやったよです、あ、やったやった、セーライでってこれアホボケかその意味が入っとったらほんま草やろそれはなんちゅうこと書いてんねんみたいな、ほんま、いや、それはないと思うけどな、あ、いたいたいた、近いて近いて、最近ラ行が弱いねんな俺、自分で気ついてん、ラ行、メロの動きが悪い、うん、その棒を初めて見ます、あ、ほんまですか、結構、あ、でもあんまり使えんかな、セーライテですか、セーライテね、これ高いです、こうた方がええかどないかで言うと買わんでええと思いますね僕はちょっと知的好奇心からこうてしまいましたけど、営業妨害ですね、営業妨害も関係ありえへんやん、いや、こっちになんかそれなりのあれがあったら俺もガンガン進めるやろうけど俺は何公平に言うてんねんだからコスパっていうか値段、コスパもやし、いや、ええやつやったら高こうても言うで、俺これちょっと高いけどええんちゃいますかって言うと思うわ、高い高いだけなんで、いや、欲しかったらこうたらええやろうけど、俺はもういらんのちゃうかなと思いますね。でも太くて握りやすい。いや、それが握りにくいんよ。あかんのよ。いや、ほんまこれの何制作者とか作ってる人が見たら怒るやろうけどな。ぜひともチャンネル登録していただいてね、それは。ダイレクトメールで宣伝してくださいかって言われたら俺もうコロッと手のひら変えてねやりますけども、まあ嘘ですけどね、今でもそんなんないんで僕はもう公平な立場でもの言えますから、もしやあれやったらね、これは別にいらんないやほんまに1000円やったら買うわ、え、そんなすんの、いやこれめっちゃすんで、手作り生産やったかな、ちょっとほら形んというか、うん、こうやっぱこれがなんかちょっと気に食わんというか、揃えてほしかったんの、山行ったら落ちてるかも、刺さってるかもこんなして生えてるかもこんなん、うん、生えてるか生えるかこんなもん、これやったら生えてるかもな、こんなんありえへんやろ生えとったら、写真撮るわ、はい、笑いが収まったところでまた話し始めますけどね同じとこしかしてへんもん、こっちもやろう、おっとっとっと、いや、買いはこれですよね、完全に100円やし、100円ですよ、なんでほんならこれだけ2000円買ったって言われたらグムムムやんな、他に欲しいなって思ったからであって、理由なんかないんですよ、他に欲しいから買いましたけど、振り返ってみるとこれ1本で全然十分やなと思いますね、はい、ではついでに足から上をやりますね、私は1本だけ持ってますからね、いや1本で十分ですよほんまに、僕こんだけこう取ってあれですけど、ほらあれですけど、あれですけどの例も言えてへんしあんまりろれつ悪いからちょっと水飲みますね、
人にやるか自分にやるかでも持ち方変わるから、そういう意味ではこれ自分にやる分にはええんかも。こうグイグイと。これは、これも。これでも万能選手やわ、これ。誰が考えたんやろな。生えとったんかな。肌に悪い方のクリームで、いや、オイルでやっております。久しぶりやから痛いやろ。久しぶりやから聞くでしょうよ、ここ。張ってますもんね、これ。痛そうですね。痛いとこ悪いけど、ちょっと声で。俺、打業もあかんかも。打業も。ぜーとかもでーになるし。ちょっと、なんか体に不調きてんのかもわかれへんな。みたいやな。これな、終わったらな、スッとするんよ。同じネタでずっと喋り続けてるけどな。ぼちぼちモテへんようになってきたで。まあがな。さあ、今晩は何食いますか？鍋やね。何もしてへんわ、鍋。よい。混ぜてね。冷凍の牡蠣があるんですよ、我が家にはね。かねてから凍らしてある。私はシチューかな。ああ、いいシチですューいいでね。すね。あったかまる。あったかまる？あったたまる。温度まるみたいな。ほんまに張ってるわ、こっちが。ここが。ここな。おお。昨日のやっぱカレーやったな。昨日カレーですね、僕は。おでんのカレーな。膝裏もしっかり。はい、反対の足。はい、こっち行きますよ。もうちょいこっち来て。いける？はい、チェンジレッグしました。よし。ちょっと腰が冷えてるかもな。どうあれ？腰が硬いね、反射区が。俺には分かるんよ。何がおもろいと思われるわ、ほんまに。の。いや、分からんね。これここの先っちょもうちょっと丸めたいねんけどな、よく言えば。おかんにやったやつが一番ええような気がするね、太さ的にな。やったというか、おかんがあ、こうたというこうか。だというかな。太さ的にはあっちがええねんけど。ちょっと細いな、こっち。削ったらな、変にななりそうでな、俺がやると。このネジ滑らすみたいな。あるやろ。器用な方やないんでね、僕。
君のお父ちゃんみたいになったらあかんからって言うたら、親ディスりやめって言われるからもう言わんかったやろ。いやもう分かってる、伝わって持ってるから。あ、そう。あれ。ねち、滑らせ名人。言えてへんし。ねち、滑らせ名人。おお、聞きそうやな。ゴリー言うてるやん。ゴリゴリー言うてるやん。やりにくい。久しぶりにかかとをね。映ってるかな。見えてますか。もうちょっと開いてな。ちょっと見えてんかったかな。あ、こんなもんかな。かかとも気持ちいいですね。うん、案外な。滑った。失礼しました。できると思うで。揚げ物はな、油がな、ケチってまうねん俺、油を。多い油でボチャン、あ、首曲がってるわ、首曲がってるわ。多い油でこうジュッとこう揚げんのがうまいんよ。うまいよね。やっぱあんまり油ケチるから俺、家でやったことないんよ。油がもったいないな。俺は出てきたな。うん、揚げとったな。とんかつソースかけてこうとったわ。揚げたてうまいな。なんて言うん、フィレ肉って言うん、何肉やったっけ。あ、豚の。いろいろあるんちゃう。フィレかヘレか分からへんけど、どっちでもいいじゃん。種類ちゃうんやったっけ。一緒やったっけ。同じことなんじゃん。一緒なんかな。ヘレとかヘレ、うん、ヘレ肉やな。あんま分かってないんで、嘘言ってるかもしれないで、この動画。そうやな。良い子の皆さん真似しないでねって。いや、以前に誰もあんまり見てへんわ今。ヘレ、ヘレは一緒らしい。あ、え、もう一回。ヒレ、ヒレ、ヒレ、全部一緒。ヒレ、ヒレ、フィラ、え、変なこと言うとってる。ヒレ、フィレと、何、ヘレと、ヒレは一緒。部位は一緒ってこと。おお、そうなんや。部位っていうか、同じやつの発音違い。あ、発音違いなんや。言い方違い。ヘレやな、でも。あ、そう、ヘレ派。ヘレ。ヘレ。フィレ。フライパンで揚げました。あ、フライパンで揚げるやったら油そんな。余計。甘いな。入れて。下の面積が広ければ広いほど量を使うっていうこと、マジックにお前は分かってへん。一番やは紙コップみたいなのに油なみなみ入れて。なるほど。揚げるのが一番高さが出る。でもそれをすると何も入れへんっていうな。
下の面積がちっちゃいほど傘が出るから、高さが出るから、なんでちっちゃいフライパンもあるやん。なんかそれでやってるやろ、結構。油の、あれを考えて。明るいしくんさん、ライブお早い。あ、こんにちこは。んにありちがとうございは。ます。今日は昼から生ライブということで、頑小張っさていまフすけライど。パンでやります。小さいフライパンでやりました。え、やっぱり。油飛べへんのはやかんみたいなあれでやるのが一番やろな。やかん？やかんパッと開けてそこに油入れてあげるのが一番。いや、洗うせえへんの？で、せえへんけど、ああいう形状やったら飛べへんやろな、油も。だから揚げ物用の鍋ってこうちょっとこうなっそうてる。そう。入ってもうたら上がってこられへんような形状やんな。ネズミ返ネし。ズミ返し、そうそうそう。それがええんでしょうね。よう考えたあるわ。とんかつ食べたいな。とんかつな。とんかつソースはね、うちはカゴメですね。で、カモネギ知らんねん、あんまり。でもな、ソースは、ソース、醤油、ポン酢はこだわりたいわ、俺は。あ、そうなんや。ポン酢はここ。刺身醤油はこれ。とか言って。蒲田のだし醤油が、あれやないと、いや！全然だってあれちゃうもんな、ちゃうな。変わってくるうまいな。昔はキッコーマンやったけど、へえー、キッコーマンは動物を人体実験に人体よ動く物使わ実れて験しるてな。なんかしてるから、不買運動みたいなのが昔よあっくたけ手をど、ついてるな。そっからですね、僕は買わんようになったのえ、は。そうなの？ほんまに？ ちょっとそこは突っ込まんとこは。まあいらん、こういうこと言わんようにね。とにかく、まあキッコーマンは最近食わんと、なんかやってますね。何でしょうか。ポン酢は今うちはあれ何やった？今何ポン酢やったっけ？拾った？ちゃう。ひろたのポン酢は売ってへんねん、あんまり。朝日ポン酢？アサヒポン酢や。よう分かったな。ケチャップとマヨネーズとソース混ぜて食べました。お、オーロラソースちゃん。じゃあ何やった？ケチャップとマヨネーズがオーロラソーケチスャップので。マヨネーズがオーロラ、オーロラが言われへん。ちょっと待って。ラ行が僕弱いんでね、ちょっと今。歯の矯正してるやつみたいにラ行が言われへんので。歯の矯正は立ちつけとか言われへんの？あ、そうなんや。話変わってくるからやめよう。くるのルーも今言えてへんわ。話変わってくるからやめましょうね。オーロラソースは、ケチャップとソースを混ぜる。あ、じゃあ、ケチャップとマヨネーズを混ぜる。で、ソース入れると、何なの？美味しいんやろ？ お前やったけどな、それ。美味しいよね。とても。あれ？笑い落ち着いた？みんな。腹抱えて笑ってるやろうから。静かなるまで黙っときましたけど。ああ、気もうづいてだ、もらえそうるそう、のに黙黙る。るやつ。気づいてもらうまで黙る先生おったな。ん？ってなってな。みんな静かになるわよって。え、それを利用してんけどな。どない？ぬくなってきた？ここちょっとまだゴリゴリやな。もうちょっとやらんとかな。今日はね、ねっとりやろうって決めてるんですよ。ゆっくりぐーっとね。俺の手の方が赤いもんな、なんか。痛い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 
でも人にバッと言われて、なんかいきなり急になんか言われてもパッと返答できへんのはちょっと辛いな。何でもそうやけど。それあんねん俺。最初何言うてんねやろっていう気持ちになってまうねんの、この人。なんか怒ってんねやろうけど、何言うてんねやろうとか。あっこで急にカーッとなって怒り出せんのが逆に羨ましい。絶対、だから前のこの話したけど、絶対早いと思うで。早い方俺。うん。いや、
されて流し返したりしてるやん。してへんわお前、ほんまやめてくれよほんまに。前鳴らし返されたことあったけどな。私の前のまっすぐ行っとったやん、うん、脇道から車飛び出してきて、うん、当たりそうになったけど、うん、行ってんやん、うん、だって脇道やから向こう、うんうん、明らかに、うん、明らかにこっちが本線やん、うん、でその後鳴らされて思いっきり、なんでよ、うん、だから止まれってことやろ。ああそう、ムカついてな、後からムカつくな、そんな、いやそういう時に多分鳴らし返せやろ、そこ分からん、その時にならんと分からへんけど俺はその状態で鳴らしたら鳴らし返されて、俺がメインでなんか、いや俺は向こうの車から見て右やねんけど、俺まっすぐ行くねんけど、こいつは右折やねん。あ、そ、その人は直進やけど右折やねん。いや、どない考えても俺がもう先来てんねんから、飛び出すとこちゃうのに、しかも向こう一旦停止や、飛び出してきよって、うわーって鳴らすやん、あんまーっと思って、鳴らしとんねん、そいつも。ブーンって鳴らしたら、向こうブーンって鳴らして、何鳴らしとんねん、アホ、バーンって鳴らしたら、向こうパーンって鳴らして、そのなんか応酬みたいな、走り持って、向こうの方がこだましとったら、ファーンって。アホか、言うて。っていうのもありましたけど、今考えたらほんまアホやなーって思いますね。なんで鳴らされてん、俺、みたいな。なんかしょうもない話するから減ってきましたよ、人が。あとあの好感度上がる話せんとね。好感度上がる話ね。そうですね。あんまりおばあちゃん背太郎って階段上がるとかそんなもないですから。でもあんまり今ってあれらしいな。おばあちゃんの荷物とか持ったりとか。あ、逆に。どうやそう後ろが首絞められたらグッとこうやってグッグッとガタンとかやって落とされて、気ぃついたら身ぐるみ剥がされてもんなし。持ちましょうかって言ったら、うん、なんかこの人荷物取って逃げるんちゃうか。あ、でもそういう時代やな、不安に駆らせてしまうから。あ、女の人とかって、あ、もうせえへんせえへん、そんな思われる時代もうせえへんわ。お茶よかれと思ってやんねんから、せえへんせえへん、ええわ。好感度上がる話する。あ、せえへん。好感度上がる話、なんか何したら好感度上がりますか、教えてくださいよ。逆にどういう話したら。あ、この間でもあの公園行った時に、うん、なんかおじいちゃんとかおばあちゃんが、うん、なんか何してんやろっていう思っとってんけど、よう見たらゴミ集めとって、うん、感動しましたねっていう話でしたね、うん、なんかちょっと怪しい。何してんやろって思ったな、うろうろして、でまたバトンタッチで、そっちあったかないわみたいな感じで、なんか探してんのかなと思ってん、うん、よう見たらゴミ集めてんねや。お散歩がてらゴミ集めてるから、めっちゃ偉いな思ったわ、うん、ゴミ集めてるんすか、すごいっすねってガム噛んでる、こうぐちゃぐちゃこうポケットで入れて、ゴミ集めてるんすか、すごいっすねってペッとこうやってそんなの絶対せんで貸すや、そんなこと。いやでもああいうこの声はめっちゃ綺麗やんか、うん、ああいう人たちが、ああいう人らのおかげで保たれてんねんな、うん、いやそりゃそうやんの、勝手に綺麗になるわけないから、勝手に前で、あのゴミ箱とかを逆に置いてあかんのかも分かれへんな、置いてへん、置いてへんねん、いやゴミ出えへんのかも分かれへん、うん、ゴミ箱置いたら何してもええんやと思って、 それをひっくり返して潰してるやつもおんもんな。危険やから、危険やね、やめとこう。ゴミ箱ひっくり返してな、何入ってるか分かれへん、うん、いた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 、あの高速とかでフェンスあるやん、うん、高速ちゃわちょっと大きい道路とかでフェンスがあるとこにこう、うん、カンカンハマってる時あるやろ、あれどないすんねやろなと俺車乗ってる時思ったけど、トラック乗っててパッて横見た時にカンカン手の届くとこにあって、あ、そういうことやったんやって思ったな。あ、だから高いとこにある、そうそうそう、あ、誰がこんなとこ入れんのって思っとってんけど、なんや我々じゃんって思ったな。我々俺はせえへんけど、そっちあったかな、
そっちあったかなって。いや、ほんまにね、物探してるように見えましたね。と思ったら、なんか、酔拳みたいな体操してる人もおるしな。酔拳じゃあ、あれ、何やったっけ、あれ。みたい太極拳、一緒にやるかって言われたから、もな。あ、そう、無視してしまいましたよ。う。え、ほんまに？息子が寄っていって、ちょっとこっち来なさいってとか言って、俺が言うやん。ちょっと待って、やばい。ちょっと待ってや。ちょっと待ってくださいね。ゆるいね、ゆるいね。ちょっとこれがゆるいから、ちょっと待ってね。ちょっと待って、やばいやばい。カコンなりそうで怖いわ。一人で苦しんでる一人で苦しんでます。ちょっと待って。しかも油でベタベタやからな、油で。ラーが言えてんけど、油でベタベタなんですよ。ほんまにラフィオ言われへんの？ラー言えてんやろ。ちょっと俺病気かもわかんない、ほんま。太極拳やっとってね。フレンドリー治っちゃったな。もうやれへんって言われ続けてきたんやろな。一緒にやるかって言われて。いや、そんな多分普通声かけてんけど、ちっちゃい子が寄ってきたから、まあ、ゆっそうくりか。な、自意識過剰ということでね。なんか太極拳やっとって、で、その後鉄棒でなんか一回ストレッチみたいなのして、で、もう一回太極拳やってて、鉄棒の横にブランコがあって、そこに小学生、中学生かおうおうおう、おったがな。しばらくずっとおって、はい。鉄棒でその太極拳やってたおっちゃんが相談してる時に、さっきのおじいちゃん何しとったやろうなみたいな、めっちゃでかい太声極拳知らんねや。太極拳やってたおじいちゃんがまだ真横にいてんの気ぃ使って、ああ、そうなんや。一人の子が「ああ、あのおじいちゃん何やっとったやろな」わみたかいれへんやろな。なんか BTS かなんかそういう話しとったもんな。な。あ、そうだ。大ニュースとかって言うとったやん。今流行りなんやろな、その BTS かなんかダイナマイとか知らんけど。なんか一人の子が気ぃついとったから、シッシッみたいそな。こにおる。おじいちゃんも多分 聞こえてる聞けこえど、てるまあかもう慣れてるやろ。痛たたたた、めっちゃ痛い、それ。痛い？ふか、痛い。細いから痛い。ああ、そう。太極拳してましたね。なんかでもめっちゃいいらしいで。あ、そうなんや。私の大学の中に友達おるやん。ようこっちにも遊びに来てくれる。はい。そこ太極拳やっとって。ええー。体ゆっく誰りの動ことかか全す。く分からへんけどな。そうなんや。なんていう。はい、上向い腰上がて。るっていう。上向いて。上向く。仰向け。あ、腰痛くて。パッと回らんかい。結構腰が痛い。熱ばっかり言うてる。はい。もうええやん。三角座りせえや。はい。何すんの？どこすんの？ここ。こうやってんやろ。寝かしてもらおう。いいんやね。はい、こうやります。柴崎こうということでね。はい、笑い終わりました。いや、ほんまね、わからんねんな、反応が。どういう 俺みたいなしょうもない話を、微笑んで見てくれる心優しい、マリア様みたいな人が、ようさんおるっていうことですよね。いつも200人ぐらい見てくれてはるんですけどね。今なんか言おう思うんだけど、忘れてもうたな。何やったっけ？何やったかな？これ多いわ、これも。こんなんも多いし、ラ行言われへんし。まあ、あかんかも分かれへんな、俺。あかんかも分かれへんって、あと50年ぐらい言うてたけどな。ふがふが言うて。それはないかな。500人は見てます。ありがとうございます。500人ぐらい見てくれへんかな、ほんまでに。もな、一つのスマホで3人ぐらい見てくれわ、てるかもしれへほんま、実質ほんなら2人ぐらいしか見てへんことやんか。それやったら、3つ並べて見てくれてるってことやろ。ちゃう、だからプロジェクターとかで映して陽気で見てくれてるああ、その映画館的な発想。いや、もうええわ。貢献証書は1人1台で。めっちゃポジティブな考え方やと思う。なあ。誰かしてほしいですね。カンボジアみたいな考え方でね。いや、そんなことないって。あ、そう。
なんでカンボジアなんかわかんないなんけでど。カンボジアなの、これ。結構効きそうやな、これな。ジャリジャリ言うてるわ。ジャリジャリやわ。ジャルみたいな。ここジャリジャリやわ。こんなんでええか。あ、こう、ま、こうじゃ。足首みたいなとかな。ここもこう、ぐっとこう巻き込むように、こう、こっちからやるとええらしいですよ。ぐっと。全国で雪が大変みたいな。雪がすごいみたいですね、今。豪雪？いや、窓開けたらもう雪で積もって高さめっちゃ出てるとかあるやん。で、冷蔵庫にしてる人おるやんか、ビール入れて。刺すとき。もうそれめっちゃええやんって思いましたね。いや、ほんま電源抜いたら、冷蔵庫の。もったいないから。それしたらあかんのか、痛むんか。電気ついたら。やっぱり冷蔵庫自体もあかんの、それしたら。え、こんだけ冷える環境やのに、冷蔵庫で、エンジンちゃう、電源入れとくもったいないなって思ってまうねんけど、そうすると、冷蔵庫も傷むんかな。からんな。でも引っ越しの時切るもんだ。ああ。でもあんまり切ったりつけたりするもんじゃないよな。ないかな、反対なし。僕は思うんですけど、いつも一番に風呂入るんですけどね、もう寒いんですよ、風呂が。風呂がね、裸なって、で、うちは風呂に窓がついてるから、めちゃくちゃ広い風呂で、窓もめちゃくちゃでかいんですけど、スケベイスなもんみたいなも置いて、透明なアクリル板みたいなあれもあって、めちゃくちゃ広いんですけどね、シャワー3つぐらいついとってね、はめ込み式の風呂ちゃいますよ。大理石でできたような風呂です。風呂が大理石ができてんのか。もうなんせね、風呂めのそこ込みの、どころか、私この間開けたやん。下なんかすのこみたいなついたって。あ、そう。そうやで、びっくりした。せやん。え、と思って、こんなに乗ってるんって、なんか高さは合えへんかったから板置いたみたいな。ああ、状態。まあ、ふざけんなやな、ほんま、ここの賃貸だけは。ホテルですね。いや、もうホテルですよ。金取れますよ、貸したら。お父ちゃん一人下がんだら、いや、ほんまね、場所、かくれんぼ場す所んのが。に最適な場所ですよね。いや、まあ、そんなんええねんけど、なんせ服脱いで窓閉めると、閉めて、で、僕、回すんですよ。ひねるんですよ、あれを。蛇口をね。で、シャワーが水やから向こう向けてね、ずっと言うなるまで待ってるんですけど、その時間がもう寒うてね、こいつらには分かりへんやろけどな、後から入るやつには。もうなんせもう、めっちゃ寒いし、裸やし、縮み上がってるわけですよ、何もかもが。ね、この気持ち分かるかなって、こいつらに。だから言うたよ、うち大学の頃のやり方で、シャワー出しといてトイレとか行ったり。ああ、なんかな、もったいないと思う。出てる水は結局向こう向けてるけだど、よ。鏡流したりとか、なんていうか、足元こうちょっとかけたりするわけ。それがちって寒いんよ、足に。いや、もう最悪で、俺トイレもういつも風呂でしてんもん、あのコーナー向けてな。やめやめてときますわ、そんな話はね。好感度下がるんでね。爆下がりするんでね。いや、その水でこう流し持ってしたら、別に便所行かんでいいやんって思うねんけど、これあかん、やっぱり。やろ？でもそそれこ賢が排いやん。水構造ですの、せ私。やな。いや、その水を溜めて、バケツに溜めて、トイレまで持ってかれへんやん。そんなわざわざできへんやん、裸で。クソ寒いのに。えいって目つむってやってる、いつも。ほんましたない、ほんま本やねんけど。不本意でしたないねんけどって、こうシャワーでな、流して、ほんなら気ぃついたら、ぬくうなっとって解決するんですけどね。はい、好感度上がるような話してますよ、今。みんなしてんのかな。してるやろ。私のなんか
うん、なになに知り合いは、はい、なんか住むのが当たり前みたいな。何が風呂でトイレ、うん、それはけしからん。するもんやみたいな。けしからん。非常にけしからん。絶対したか、そんなこと。あの、今思い出しましたけど、はい、米買うたら、穴開いとって、ヨドバシで米買うたら、いまだに連絡ないんですけど、どないなってんやろうな。いや、だから、金曜日の昼過ぎに送ったから、うん、まだ言うて、土日月が休みや、うん。だから、いや、それもあるし、あの最近そんなんばっかりやな、ほんまに。帽子買うてんけどね、僕頭でかいんですよ、ちょっと人よりちょっとだけね、1センチぐらいでかいんですよ。でもフリーサイズが入れへんねんやんか。ちょっと待って、並んでそうや。出したいやんしたくなる気持ちはわかるけど汗失礼しました。見ました、ツイッター。いや僕ね、人よりね、あ、お米の話だ、今のはな、米の話で、うん、帽子は帽子で、あのあれ ZOZO タウンで帽子買うたんですよ、うん、僕60センチぐらいから 59.78 ぐらいから、うん、まあ、60センチぐらいの帽子を買わんとちょっときついんですよ。孫悟空というか、こう締め付けられてね言うこと聞かされてる的なことになるんですよ、帽子がね、帽子に、うん、でかめのやつ買うて、62センチかなんかのやつこいつが見つけて、あるじゃんあるじゃん言うて、こうてパッと蓋開けたらね、58センチって書いとんねん、うん、でかぶるとなんかやっぱちょっと痛いから、ゾゾタウンにこれなんやねんって言って、こうサイズ書いてん、あのサイトに書いてんのと、あ、中身ちゃうやんけって送ったら、実寸測って送ってこいみたいな感じになって、うん、わざわざ測りましたよね、あれで巻き尺で、うん、ほんで何58センチやったから送ったら、何返品しますわって、いやもう謝罪とかないんか、ここまでやらすんか、お前が間違ってんやろって話やんな、うん、62センチを信じてこっちはやってるわけやから、うん、法定人から、もうその帽子よろしいから返金しますわぐらい言うたらええのにな。まあでも渡されてもな、ほんまやな、使い道ないし、ないな、62センチ送るから許してぐらいなんかあったらええのにな。初めて、それで初めて返金って、まあ普通か、普通ですね、普通の子ですわとにかく頭がでかいですよ、僕は。いや、でかないわ、別に普通やわ。ちょっとこう、なんやろ、詰まってんやろな、脳がな。いや、ちょっと、いや、ほんま、でもほんまこんなでかい自覚なんかないんですよ。お米こぼれてなかったんですか。いや、こぼれてるんですよ、それが。ただ切り口がスパッと切れとって、あの米の袋も切られてること気付いてんような開き方なんですよ、切られ方なんですよ、うん、だからもう身こぼれてへんみたいな。いや、刀で人を切られるとなんかボトボトボトって内臓とか出るでしょ。いや、それ分からんと歩いてるみたいな感じですね。ちょっと怖いよね。どういうこと。いや、それな、いや、なんせこぼれてへんかったんですよ。こぼれてるかも分からへんけどな、何粒か、うん、なんか入れられとったらどないしようかなと思うんですよね、うん、食べてますけど、しっかり今おいしいおいしい言うて連絡ないことには、俺どないすんの、食うて思ったら返品とかできんのかな、うん、食うだけ食うといて返品とかあんのかな、うん、あ、今日はちょっと長いですね、マッサージがね。こっから上やりましょうか。今日は成人の方に向けての話ですから、うん、うん、ね、あ、だって成人で今年はやってんやろ、なんかリモート、リモートオンライン、うん、やったりとか、うん、すごいみたいやな、ね、何、袴着ての帯つけて、帯巻いて、うん、で二次会とか行くわけ。二次会も今コロナで、ほんまやったらみんなな、そのまんま袴着てなんかどっか行くんでしょうけど、あれーってすんのかな、ほんまに。あれ分からん、え、上
あ、なんで毎年逮捕者みたいなんでんやろな。お酒？酒飲んで。痛いな。痛い痛い痛い。ちょっと調子乗ってまうだろうな。テンション上がんねやろな。行った成人式。たんちゃうかな。いいな。ええかな。お、延期みたいですよ、場所によっては。ああ、なんここ。か延期な。延期もありますよね。延期でもやってくれたらいいけど、そのまま中止とかありえそうです。いでで、大人の話、成人の日、大人の話。大人の成人の日ね、大人にならなあかんわけですよ。私でも成人の時はお酒飲まへんかったな。おお、30過ぎてからお酒飲み出した。あ、そうなんや。まあ酒飲まん方が弱、君は。酒癖悪いから ね。飲みたいと思わへんの、別に。やが飲まん時酒も嫌がってるわ、お前の、お前の口の中に入れられんの。もうやめとき、もうほんま。なるほど、飲まんかったら別に大丈夫。微妙ねんな、どこまでがっていうことやね。ほんまに苦労したわ。酒はでもね、ほどほどに。僕も最近ほどほどですけど。ほんま酒癖悪いんですよ、この方。ほんまね。酒癖悪いのはちょっとほんまつらいわ。人に迷惑かけんのほんまに嫌やわ。ええ、お前に限らず、酒癖悪い人っておるやんか。どんな人おる？酒癖悪い人って。とにかく騒いだり叫んだりするやつとか、俺でもあんまり泣いたりするやつは知らんな。とにかく人に絡みに行ったりとか、そんなんし、まあ、迷惑かけんのはちょっともう静かに飲もうやって思うねんな。いや、俺かってそんな時期はあったかも分かれへんけど、いや、そこまでひどないで、思てるほど。気づかん、そら吐いたりはしたけど、そんな、なんか人に絡むってええ意味でね。ええ意味で飲んでるかーみたいな。悪いみたいなやっちゃうで。こう楽しなるから、そういう意味での迷惑はかけたかも分かれへんけど、俺は今まで。もうそれもないし、今。変に喋りかけたら、なあ、もう、今ええことないしな、もう。なあ、それこそさっきのおばあちゃんと一緒や。物取られんのちゃうかみたいな。なったらあかんし、この人頭でかいしって。この人頭でかいし、なんか酒癖悪そうやから、なんかされんのちゃうかっておばあちゃんに思われてもあかんしな。悪ない言うてんの。びっくりするわ。悪ないし、俺。めっちゃ可愛いじゃん。悪い人って車とか止まっとったら、この窓の反射で顔見て、今日も行けてるとか思ってるタイプやで。うそやけどな、反対。何怒ってんのやろとか言われへん。言われへん。今日もご機嫌だねって。乗ってるねって。イエーイって言ってますよ。ちょっと疲れてきましたね。ずっとお前なしやっとかんとあかんのか思うとしんどいですね。これ今1時間ぐらいやってるんですか？大変ですね。3分前にライブ配信。うそやろ。結構頑張ってますけどね、今日。口乾いてもだって今。ネバネバ。ネバネバビューティフォー。あ、違う、なんかその歌なかった。ネバネバ。まあ、いいわ。ちょっと知的な部分ついてこられへんからな、この人。うそやけど。パパさん勘違い。パパさん勘違いですね。勘違い男子ですよ。今日も生きてるんじゃね？とか言って、窓ガラス見てね。して。昔はしとったかもわかんないな。だって過去の、武勇、なんか過去の栄光にめっちゃすがるもんすがってへんがな。アホかいね、おな。おか前。んもそれで。いや、だって俺も知ってるとか言われ人て、変わるぐらい超えたもおかんに、
じゃあ俺ほんまな言うけど、俺でも60キロぐらいやけど今20キロぐらい超えてるから、そら人変わってんで、そら頭でかなるわ、ちょっと多少は1センチか2センチぐらい。もっと昔ガリガリで、なんか頭もシュッとしてな、なんかヒゲもあんまり生えてけへんかったし、毛薄いから、なんか、いけとってんけどな。ここの時ジャニーズみたいな、いやほんま俺バク転できたらジャニーズ統一できぬ、ニーズに怒天下統一できんのちゃうかって思ったわ。いや、バク転できたらね、バク転できへんからもう諦めましたけど。いやほんま、ニーズってみんなバク転できる。いや知らんねん。昔はなんか運動できて、バク転できたらジャニーズ入れるとかちゃうかった？側転か。でんぐり返しやったらできるけどな、今。でんぐり返ししてんのにでんぐり返ししてんのかって思われるような体型やけどな。誰がアルマジロやねん。いや失礼ちゃうやろ、全然失礼ちゃうやろ。頭はちょっとだけでかなりましたけど、いやもうひどいわ、超えるともまあ足だけ細いな、まだ。うせやな ほんまに。いやたまに同級生もたまに昔な、たまに会うたりしたらほんまにだいぶ変わったなって言われとったからな。だいぶ裏手に進んでくれた。丸まってますね、アルマジロ。ね。オブラーとか、ビブラーとか知らんけどな。もう人変わったらあかんわ。ええか、ちゃんと俺は、長期的に、こう、徐々に痩せていこうかなって思ってるから、今。よろしく。はい、もう終わりましょうか。6人ぐらいまで減りましたし、さっき500人ぐらいおったんですけどね。やりましたね。はい、お母ちゃん、ほな、終わりです、今日は。なんか言い残したことありますか？ないんですか？ないです。僕はね、言い残したことは、あるといえば、もっと頭ちっちゃかってんけどな、ということですよね。はい、もう終わりましょう。もうちょっとしたら、また僕の、好きなリトルグリーモンスターのアルバムが出るみたいなんで、お母ちゃん知ってました？ちょっと欲しいなと思ってますね。買いって言ったやつだから、私は欅のやつ我慢してるけど、あ、桜そう。庭さんは買い。買いにくいわ、そんなん言われたら。買いにくいわ。ね、誰かコピーさせてください。焼いてください、 CD。昔は CD 焼いてくれとってんけどな、MD かなんかに。ピーコントロールってなかった？え？途中から知コらん。ピーできへんよね。あ、そうなん？いや、ほんま、リトグリのベストアルバム交代とはコピーしてくださいよ。でも買えへんか。めっちゃ欲しいわ。1月何日やったっけ？はいや。いやー、ちょっとな、やっぱりコピーしてくれたら一番ありがたいなーって。ウィンウィンやん。でもベストやろ。ベストベそスのト。今までのやつつなげいて。やいや、最終録なん、最終録なんですよ。もう言うてへんから、 最終録。再あげ収て録して新曲も含まれてこれベストやんって思いますよね。買おうか。でも買うたら誰もコピーしませんよ。それやらしい。やらしいですね。ベスト、ベストなんですよ。ベストアルバムを超えるベストアルバムですよ。楽しみに待ってるんですけどまあ、ね。解散前最後のベスト解散するか、アホ。今からじゃ。今から乗っていくんじゃ。それは買わなきゃ。ね優しいですね。え。いや、買い、それは買わんとて僕がってことやろ？買いですよねってことですね。いや、なんか優しいですね。優しい。別に CD ぐらいで、何？なんでそんなギャーギャー言われるのかって今考えた思ったけどまだな。私も顔ケヤキ。なんぼすんの？なんぼすんのってやっぱり野暮やない、言うん。やめとくわ。はい、もう終わりましょう。ね。飲み配信もしますか？今日、晩。あ、もう今まさに終わるとこです。すいません。晩飲み配信しますか？もうこのまま飲んで配信しますか？また。ね。お疲れ様でした。ありがとう。飲み配信。や、できたら6時ぐらいからしたいな。1時間後。気向いたら。まあ、するかしますか？
まあ鍋作らんとあかんしな。まあちょっと分かりませんけど。まあとりあえず今一旦終わります。この見てくれてはる7人の方、重くそ僕のファンということでよろしかったでしょうか。勘違いしてもよろしかったでしょうか。私や一人、ああそうだ、6人選ばれし精鋭たちやな。じゃん、はい、飲み配信久しぶりですね。はい、もうしょうもないことしか言わんと思いますけど、この調子でやっていこうかな思ってますんでね。ピーとかこう入れられへんから、ライブは辛いですね。これたいきます。ありがとうございます。浅漬けさんもお久しぶりです。またよかったら見てください。よろしいです。よし、ありがとうございます。ほな終わります。一旦ありがとうございました。さようなら。お疲れさんでした。